熱血ドラマの元祖俺は乙女だからは2人の青春アイドルが誕生。1人はもちろん硬派な剣道部主将小林くんを演じた森田健作さん。そしてもう1人はヒロインバトン部キャプテン吉川くんを演じた早瀬久美さん。小林くん、だから男は勝手なのよ。明日前吉川くん。その小林くんと吉川くんが今夜29年ぶりにスタジオで再会。さあ、俺は男だのマドンナ役吉川くんを演じました早瀬久美さんです。呼んでくださいよ吉川くんで。吉川くん当時森田さんいくつでいらっしゃる？僕は19歳です。19歳、はい、久美ちゃん正直では先輩でした。普通に先輩先輩って。先輩ですけど年は私の方が気持ち気持ち者です。でも時代ですよね。額にキスするが精一杯でしたよ確か。あ、そうですね。ね、でも楽屋ではもっとやってたとか。そういう感じでジョーさんだったりから蔓延してるんですよ。番組が終わる時に久美ちゃんと話したんだ。久美ちゃんよ、考えたら俺らお茶も飲んだことなかったなって2人で。いや、本当に言ったんですよ。あ、終わってからでもお家遊びに行ったり、うんうん、終わってからね、うん、まあそういうことだったですね。そうでしたか。でももうモノマネもね、もうずっとみんなして「シャー!よっしゃー!」。あれ、俺あんな高くないですよ私は。俺は猿じゃないっていうのは。どう、目の前で今日は歌っていただこうと思います、うん、そうですね、そういうことはありましたか？そうですね、よく歌ってくれました。歌は歌ってくれましたか？うん、聞きたい聞きたくないかかわらず。それではかつてのマドンナ吉川くんの前で歌っていただきましょう。森田健作さん、さらば涙のようです。シャー。さよならは誰に言う、さよならは悲しみに、雨の雪を待って、さらば涙と言おう。